盲子連盟自治政府の庁舎盲子、連盟自治政府要人前列中央の人物が、デムチュクドンロブ盲子連盟自治政府は、1937年に内盲子に樹立された日本の傀儡政府。露光橋事件の後に、日本軍は内盲子方面へ本格的に出兵し、10月17日にパオ島を占領。ユンデン、ワンチュクデムチュクドンロブ。 李主心がこれに応じる形で10月28日に、厚輪にて、毛古連盟自治政府を樹立した。最初は、クモ王が主席に就任し、翌年3月にクモ王が病没すると、徳王が公認の主席となった。毛協地区には、毛古連盟自治政府の他に、薩南自治政府、新北自治政府が設立されたが、利害関係を調整して、活動の円滑化を図るため、 1937年11月22日、三自治政府によって、盲共連合委員会が設立された。しかしこの委員会が十分に機能しなかったため、三自治政府を統合して、盲湖連合自治政府を樹立することとなり、盲湖連盟自治政府は新政府に合併されて、消滅した。中国の日本軍占領地区では、中国人のアヘン生産は禁止されるとともに、 アヘンは日本軍の専売商品とされたが、この猛虎連盟自治政府地域で日本軍指導により大規模にアヘン農場が開発され、そこで栽培されたアヘンが満州国以外の中国地域で販売されていた。ありがとうございます。